は恨みでもあるってのかよ。お前だよ、そう、靴下を買ったらついてくるプラスチックでできたアルファベットの H を横に長くしたような白い留めるやつ、お前のことだよ。だいたい靴下ってやつは新品を下ろすとき手間かかってしょうがねえ。まず上と下に銀のくちばしみたいなやつが止めてあるだろ。それを外すと今度はポリウレタン何パーセントとか書かれたシールを 2,3 枚剥がして、あ、そうそう、ハンガーの出来損ないみたいなやつにかけられてる時もあるわな。そしてお前、白いプラスチックの止めるやつよ、派手感でも切れやしねえし、ライターで焼き切ろうとしたら靴下燃えちゃうし、無理やり引っ張ったら穴開いちゃうし、そんな時に限ってハサミやカッターなんてその辺にあねえし、やっとのことでハサミを見つけてパチンと切ったら切れ端どっかへ飛んでっちゃうしよ。家を出るときゃクタクタさ。思えば日常生活の中には俺の心を痛めつけ苦しめやがるものがゴロゴロ転がってやがるぜ。納豆の中に入っているタレ、お前もそうさ。なぜ手につく、なぜ袋を破ろうとすると飛び散る。俺に恨みでもあるのかよ。ティッシュペーパー、どうしておろしたての時に一度に3枚も4枚も出てくるんだよ。1枚でいいんだよ。目覚まし時計、夕方の7時に突然鳴るんじゃねえよ。びっくりするじゃねえかよ。おろしたてのタオル、どうしておめえはちゃんと水を吸わねえんだよ。どういう教育受けてきたんだよ。味噌汁の入ったお椀、いきなり机の上でツーッとスケートするんじゃねえよ。驚くじゃねえかよ。おまけに蓋が開かないんだよ。味噌汁こぼしそうになるんだよ。そして陰謀、てめえだよ。掃除し終わってやれやれと思って座った机の上になんでいるんだよ。どっから来たんだよ。石鹸にしがみつくんじゃねえよ。駅弁の釜飯よ、お前を食った後どうしてもお前を持って帰りたくなっちまうんだよ。持って帰ったのは胃が一体何に使えばいいんだよ。スーパーなんかに買い物に行くと客が、あ、これちょっと買いすぎたと思ったのか、レジの横のお菓子のコーナーあたりにサバの切り身なんかが無造作に置いてあってよ。サバの切り身、おめえがよ、俺はお菓子の仲間じゃねえんだって叫んでる声が聞こえてきてよ。肩身の狭そうなお前見てるとこっちまで泣けてくるんだよ。水洗トイレのタンクについている小のレバーよ、ションベンしてもみんな大の方使うんだよ。特に女なんか2回も使うんだよ。用を出した後にタンクに水が溜まるの待ってるんだよ。大の方のレバー使うために待っているんだよ。小の方のレバーは使ってもチョロチョロチョロとしか水が流れなくて存在そのものに意味がねえんだよ。せめて中のレバー作ってくれたらよ。そして最後に俺の携帯電話よ。せっかく買ったのにどうして、あ、どうして誰から